いつもありがとうございます。パータンです。今日は1ヶ月女声を練習してきて、どのようなところまで行き着いたのか紹介するのと、生配信の中で見つけた練習方法について紹介したいと思います。パータンは毎日1本の女声報告動画っていうのをショートにして、1分以内でわかるように動画投稿をしています。そして毎晩短ければ15分くらいから長ければ1時間くらいの声の出し方を研究しながら練習しているっていう生配信があるので、よかったらぜひチャンネル登録をして毎日の報告動画と練習風景を見ていただければ嬉しいです。さて早速本題ですが、今日の内容は1ヶ月女声を練習してきた男が行き着いた声がこの程度ですよという紹介と、その方法についてです。さあ皆さん、私の声はどう思いますか？1ヶ月前の私の動画の声と比較してみてください。そうですね、1ヶ月もあればここまで変われるんだなって思ってくれる人と、1ヶ月練習してもこの程度にしかならないんだなって思う方はいらっしゃるかと思います。私としては正直まだまだ満足はしてないレベルなんですが、変化があったことと知識がついた点では成長したなって思っています。また上手い下手は別として、声を出す様々な感覚の違いを身につけられたというか感じたというか、まあその上手いきうまく言葉にできないんですけれども、感覚の違いっていうのは知れたかなって思っています。で、私が見つけたこれはいいなっていう練習方法があるんですけれども、まずは画面にもある通り、まず頭で声を響かせるんですよ。その普通の男の人だと、胸で言葉って響かせてるんですけれども、頭に力を寄せて頭で声を響かせるんです。で、地声があるんですけども、地声を、頭で地声を頭で響かせるんです。そしてそのまま裏声に行くんです。で、この裏声と地声をじあじあっていう風に交互にやって、じああ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 あうあうあああああって感じで、地声と裏声の中間を取るっていうのを何度か繰り返してやっていきました。で、多分これがいわゆるミックスボイスっていうやつかと思うんですが、そこからいきなり言葉を発するのが難しかったので、まずはあーって、あーいーうーえーおーっていう感じで、母音のみを発音していきました。で、母音のみを発音したら、あーがあー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 みたいに、喉の形を変えると音色がつけられてって、高さもなんか一緒に変わっちゃうんですけれども、あー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 みたいにちょっと声質が変わるっていうのを、まあいろいろやってみました。で、そしたらあーあーっていうのか、あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとっていうほようにいちごいちご話しながら、一言一言を喋っていきます。で、早く喋ってしまうと、裏声になったり、地声にいきなり変わったりするから、今丸7番を説明してるんですけれども、一語一語分離しながら言葉を話していくっていうのを練習します。
で、そう、それに慣れてきたら、どんどんこういう風にスピードを速くしていって、普通に喋るみたいな感じにしていったり、そこから、その、女性特有の、その抑揚ってやつかな。声の、音程の上がり下がりですね。これを意識してどんどんアレンジをしていくという感じで、まあ練習しています。はい。で、これが具体的な練習方法なんですけれども、あとはその練習の習慣についてということで、まあ何よりも重要なのが毎日の練習をすることだなって思っています。で、その理由、練習をする理由っていうのを作るために、私は毎日の1分以内のショート動画の撮影と、練習風景の生配信ということで、晒すって言ったらちょっと違うんだけども、まあ、それをやっています。で、毎日のショート動画に関しては、編集をしっかりしないといけないレベルだと、まあ声の練習というよりも動画作成の方にエネルギーを使ってしまうので長続きがしないと思いました。だから本当に簡単に音声を録音してそれを貼り付けてタイトルをつけるだけっていうレベルに抑えています。だから録音を1分でして2分で編集して2分でアップロードするだけって感じなので、とりあえず長続きしそうなので声の練習には最適かなって思っています。で、毎日アップロードしていれば中断するのが逆に嫌になるから、まあ毎日何かしらの音声を録音するきっかけになっているって感じですね。はい。で、まあね、まだまだね、地声に戻ってしまったりして、女声の練習の習得度合いっていうのは未熟ではございますが、こうやっていろいろと練習をしているので、よかったら参考にしていただければ嬉しいです。で、もっともっと練習をして上手になりたいなとは思っていますので、チャンネル登録をして応援していただけたら嬉しいです。また、多くの女声 YouTuber 様の動画を拝見して、参考にさせていただいております。いつも本当にありがとうございます。ということで、本日の動画は以上でございます。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、またね。バイバーイ。